けましておめでとうございます。ネギシコです。皆さん2023年もよろしくお願いします。今俺はねあれなんだよ、アメリカのねとある島に来てます。毎年ねもうなんか正月はどっかに行ってるんだけど、なんかあれだよね、なんか昔ってちっちゃい頃とかさ、明けましておめでとうございますとか今年もよろしくお願いしますみたいな言うのってなんか恥ずかしかったなって、恥ずかしくなった。みんな俺もねなんか恥ずかしかったなって思い出して、まあ今大人だからもう全然当たり前に普通に何の恥じらいもなくやるけど、なんかちっちゃい頃で恥ずかしかったなってなんかふと思い出した。俺は今年目標どうしようかなって思って発表するって言ってたんだけど、実はねまだ決まってません。ね、忘年会では2023年はナイトワークのね東京進出に向けて動くって話をしてたと思うんだけど、まあそれ以外になんかもう一個ね、まあ去年で言うとピアノ一曲弾けるようにするとか、その前の年だと音楽のフェスをやるとか、その前の年に YouTube やるとかって、まあ毎年そういうなんか目標、数字でね確実に分かりやすくするような目標を一個ずつ立ててたんだけど、まあ今年はちょっとどうしようかなって思ってて、それについてはまだ決めかねてるんで、まあちょっとゆっくり考えて2月ぐらいとかになんか誕生日ぐらいの時に発表しようかなと思います。で今年もね、あの2月の90、木金かな2月の90で 2days で、私のねバースデーイベントをクラブバルテンで、開催しようと思ってますので、またそれも詳細決まったら発表したいと思います。はい、ぜひみんな遊びに来てくれたら嬉しいなと思いますよ。その日はショットとね俺のゴールドバースデーにしようかなって思ってるんだけど、いやーゆっくりできたな正月。みんなもねぜひなんかコメントとかでどんな正月年末年始過ごしたのかとか聞かせてもらえたら嬉しいなと思いますよ。まあ2023年もねなんか何かにチャレンジするような1年に、ストイックに生きる1年にしたいなと思ってます。もう今日がね最終日なんで明日には帰るんだけど、まあ無事 PCR 検査もして、ワクチン3回打ってないと日本は入国に PCR 検査の陰性証明が必要みたいな感じらしくて、 PCR 検査するのに1万5000円ぐらいかかったもん。あとやっぱハワイ来て思ったのは物価、ハワイって言っちゃった、ハワイ来て思ったのはね物価がね高いね。なんかいろんなご飯屋さん行ったけど、おすすめのご飯屋さんはワイキキにあるロイズっていうところとか、あとハレクラニにあるオーキッズとかね、その辺なんか美味しくて、まあ、日本食で美味しかったなと思うのはリンカってところが美味しかったんで、まあぜひハワイ行った人はね参考にしてみてください。まあでもやっぱり何より一番うまかったのはあれだな、なんかマリンスポーツやった後に食った露天商で売ってたホットドッグ、1000円ぐらいのホットドッグが、まあ、一番うまかったかねってな感じです。うちのバツマルグループ全店舗1月の5日からか、はい、営業が再開して1月5日からねすぐイベントが始まって、全店舗対抗戦みたいな感じがあるんで、もう1月5日に帰って一生懸命仕事をしながら今日2023年の目標とかをね考えていきたいなと思います。まあ今年もなんかね、あの見て俺の YouTube 見てくれてる人たちに何かしらのね学びがあったりとか、なんかみんなに刺激が与えられたりとか、まあ俺自身も刺激的でストイックでワクワクするような1年にしていきたいなと思いますので、改めてね2023年もよろしくお願いします。 あとねそうもう一個ね言いたかったんだけど、なんか YouTube をねこうやって一人でいつも喋ってビジネス系やってると思うんだけど、なんか2023年はちょっと変えていきたいなって、なんかもっと好きなことをやっていきたいっていうか、もっといろんな違うことも発信していきたいなと思って、もちろんビジネス系の話もしようかなとは思ってるんだけど、なんか内容だったりとかを少し変えて別の角度のね動画とかもなんか出していければなと、はい、思ってるんで、まあわかんないけどみんながそれを見たいのかどうかっていうのはねわかんないけど、そんな感じで考えてます。はい、ということでね、チャンネル登録と SNS のフォロー、高評価の方ぜひよろしくお願いしますということで、ご案内しましょう。バイバイ。そう、あとね、まあこれは別に目標とかではないんだけど、俺ってさもう多分前の動画結構前から見てくれてる人は知ってると思うんだけど、なんかもう洋服とか選ぶ時間とかだったりお金ももったいないからみたいな感じで、もう毎日同じスタイルみたいな、もう休みの日はもうユニクロのトレーナーとデニムと、仕事の日はジャケパンスタイルでなんかロンティーみたいな感じの服にするみたいな感じでしたと思うんだけど、なんかそれにもねなんか飽きちゃった。なんかなんだかわかんないけど2022年は1年間でいろんな物事に飽きた年だったんだよな多分。そうなんで2023年今年からはもうそういうのもねもう一回やめます。洋服も普通に買って、普通にね服とかもね前みたいになんかちゃんと選んで買って着てぐ1年にしようかなと思うんで、ぜひその辺もね少し変化のある私をチェックしてもらえればと